ケニー・ギャレットはアメリカのポストバップジャズ・サックス奏者にしてフルート奏者であり若い頃にデューク・エリントン・オーケストラとマイルス・デイビス・バンドのメンバーとして認められたそれ以降はソロキャリアを追求してきたケニー・ギャレットは1960年10月9日にミシガン州デトロイトで生まれた父親は趣味でテナー・サックスを演奏する大工であった 1978年にマーサー・エリントンの指揮のもと、デューク・エリントンオーケストラに加わったとき、サックス奏者としてのギャレット自身のキャリアが始まった。ギャレットはまた、リーダーとしてのキャリアを築く前に、アートブレイキー、マイルス・デイビス、フレディ・ハバード、ウディ・ショート共演及び録音した。1984年、ギャレットはクインテットのバンドリーダーとして、ファーストアルバム、 イントロデューシングケニー・ギャレットをクリス・クロスレーベルにてレコーディングした。その年、彼はブルーノートレコードがプロデュースしたアウト・オブ・ザ・ブルーの創設メンバーとなった。1986年、ギャレットはアートブレイキーのザ・ジャズ・メッセンジャーズのメンバーになった。彼はワーナー・ブラザーズレコードとレーベル契約し、1992年のアルバム ブラックホープを皮切りに8枚のアルバムを録音した。ギャレットの音楽は、ジジアジアの影響を示しており、2006年のグラビー賞にノミネートされたアルバム、ビヨンドザウォールではその側面がとりわけ顕著である。クリスチャン・マクブライド、ジョン・マクラフリン、ビニー・カリウタ、ギャレット・ギャレットは、2008年頃に、チック・コリア、ジョン・マクラフリン、クリスチャン・マクブライド、ブライアン・ブレード、 ビニー・カリュータによるファイブピースバンドに参加した。アルバムファイブピースバンドライブは2010年にグラミー賞を受賞した。2011年、ギャレットはマサチューセッツ州ボストンのバークリー音楽大学から名誉音楽博士号を授与された。ギャレットは卒業生のために卒業式のスピーチも行った。2012年、ギャレットは2012年のスタジオアルバム シーズ・フロム・ザ・アンダーグラウンドで最優秀トラディショナルジャズアーティストグループのカテゴリーにてソウルトレインアワードにノミネートされた。また2012年にはグラミー賞の最優秀ジャズインストゥルメンタルアルバム部門と最優秀インプロバイズドジャズソロ部門でグラミー賞にノミネートされ最優秀ジャズアルバム部門にて NAACP イメージアワードにノミネートされた。 2013年、ギャレットはサックス奏者オブザイヤー部門にてエコー賞を受賞した。ギャレットのアルバムプッシング・ザ・ワールド・アウェイは2013年に最優秀ジャズ・インストゥルメンタル・アルバム部門でグラミー賞にノミネートされた。ギャレットはニュージャージー・シュー・レン・リッチの居住者となっている。2011年、バークリー音楽大学の名誉音楽博士、 卒業式のスピーチ担当。ギャレットは、ワシントンシティペーパー紙では、彼の世代で最も重要なアルトサックス奏者と、ニューヨークタイムズ紙では、チャーリー・パーカーに次ぐ、ジャズで最も称賛されている、アルトサックス奏者の一人と評された。ドナルド・バード・チック、コリア・マイルス・デイビス・マーカス・ミラー・マルグリュー、ミラー・マイク・スターン・ジェフ・ティンワッツその他。ありがとうございます。